エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、ムーブを今から車屋さんに持っていこうと思います。前回オイルランプがついたよっていう動画を上げたと思うんですけど、ちょうどその時に言われました、1000キロぐらい走って様子見てくださいっていうことだったんですけど、1000キロ走ったんですけど、とりあえずランプはつきませんでした。まあ、ただオイルの量とか今後のことをちょっと教えてもらおうかと思いまして、今から行こうかと思います。はい、今帰ってきました。見てもらったらですね、やっぱオイルが減ってたみたいですね。どのくらい入れなったんだろう、2リッターぐらいは入れられたんじゃないんですかね。ちょっとはっきりはわからないんですけど、オイルの量がどのくらい入ってるか、あの点検するやつがあるじゃないですか、あの棒、あれで見た時にもう下の方ちょっとだけだったんですよ。この間にあればいいみたいな、あれの下だけもうほんと先っちょの方にちょんとついてたぐらいで、1ヶ月でね、1000キロ走ってこのくらいってまずいよねっていう話なんですけど、でまあ補充してもらって、まあ、アクセルとか吹かせたりしてエンジンの音聞いたりとか、まあ、30分ぐらいちょっと車屋さんで見てもらってたんですけど、とりあえずまた1000キロから1500キロぐらい走って様子見てくださいって。でもう次やっぱり同じようになるんであればエンジンを乗せ替えましょうかみたいな感じで言われました。前回起きた時ほどのその、なんだろう、車の違和感っていうのはなかったんですよ。音がすごいとかですね、振動が来るとかそういうのは特になかったんですけど、びっくりですね。だけど前回はどんな風になってたんだろうってちょっと怖くなりました。ということでまた1ヶ月、どうだろうね、1ヶ月ちょっと乗ってみてからってことでしょうね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。